おはようございます。塚原農園です。今日は農家の家庭菜園の畑に来ております。あちゃんさん、おはようございます。おはようございます。今日はミニトマト、はい、トマト種をまきたいと思うんだけれども、トマト来たね。トマトね、やっとね、うん、うん、トマトといえば、うん、いろいろあるよね、品種がね。そうだね、うん、あのさ、トマトってさ、うん、病気に弱いっていうイメージがあるんだけど、うんうん、うん、どうなのかな。そうだね、トマトはね、病気に弱いんだよね。うん、いろんな野菜、夏野菜がある中で、うん、結構トマトって病気に枯らしちゃって、うん、お盆まで持たないっていう方も多いんじゃないですか。うん、で今日はトマトといえば、うん、その病気に強いやり方って言ってもいろいろあると思うんだけど、うんうん、まあ、そのまま簡単に栽培をしたいんだよって言う場合、うんうん、さーて何でしょうか。そうだね、あーちゃん前言ってたよね、なんか、はいはいはい、あれですね。コンパニオンプランツですね。そうですね、正解です。手っ取り早くやるには、うん、コンパニオンプランツを生かしてやっていきましょうということで、うん、はい、じゃあそれについてちょっとお話をしていきましょう。はい、はい、それではトマトのコンパニオンプランツ、まあ、トマトも種をまきつつコンパニオンプランツとなる植物も作っていくんですけれども、その前これ見て、じゃーん、おー、すごい、これトマトです。わー、これは大玉トマトなんだけれども、うん、前回これをまきました、ホーム桃太郎 EX という品種です、うん、これね、このね、卵パック半分にしたもの、うん、これに土を詰めて苗を作って植え替えをしたやつです、うん、おー、すごいでしょ。すごい。1月14日に種をここにまいたものなんだけれども、うん、こんなに大きくなったよ。へー、ほら、もうね、20センチぐらいいきそうかな。もう卵パックでできるんですね。卵パックでも十分できるんです、うん、すごいね。しかも加温してないんですよ。へー、ヒーターとかやってないし暖房を使ってません、うん、ま、でも家の中には入れてたから暖かい環境だったっていうことは必要かな、うん、うん、まあ、これでも十分ここまで大きくできる。しかも一番寒い1月に種をまいてここまでできたわけだから、うん、これだったらあずちゃんでもできるんじゃないかな。できそうですね。簡単そう。でもう3月だからね、うん、うん、でここまでまあできますので安心してくださいということで、はい、今日まいていくのがまず、はい、ミニトマト、イエーイ、イエーイ。これ見て、薄皮ミニトマト、ピンキーって言うんですよ。そう、作ってみたかったのそれ、ね、とっても皮が薄くて美味しい、うん、去年家庭菜園のおじさんからもらって食べたら、うん、畑で取りたての食べたらもうさ、すっごく甘くて、うん、皮が全く当たらなくて美味しかったんだよね、うん、で病気に強いのをなるべくコンパニオンプランツとして作る前に、うん、こういった後ろにね、いろいろね、病気に強いよって書いてあるから、これを見るともいいよ。うん、これ、大病性ってあるんだけども、うん、半身胃腸病、胃腸病、これが、ね、こう、丸がしてあるものとか、うん、こっちの大玉トマトで見ていくと、ここに書いてあるね。うん、ハカビ病に強く、青枯れ病にも比較的強いとか、そういったもの、まず、それから始まる。うんうん、コンパニオンプランツとなる野菜植物を作っていきましょうというのがこちらです。じゃーん、あーちゃん大好きじゃないこれ。大好きだよ、ね、何にでも使えるしね。餃子、うん、またトマトと一緒に、うん、ね、卵とじみたいにして美味しいんじゃない。美味しい。あと中華スープみたい、ね、中華スープね、かき玉でね、うん、これね、最高な組み合わせ、うん、これがこのトマトを助ける役割があると。一緒にこのそばに植え付けすると、うん、このニラが出す成分とかのおかげで、うん、トマトが丈夫に育つっていうね、こういうのがコンパニオンプランツっていうね、うんうん、まあ、代表でね、うん、このニラを一緒にやっていきたいと思います。はい、これ園芸用のね、
ポットとかいろいろあると思うけれども、うん、せっかくだから、うん、卵パックで種をまいていこう。おお、いいね。うん、はい。じゃあこれでね。そうだね。これは穴とか開けてないんだね。うん、それ穴とかね、開けてないでしょ？すごい。開いてないとね。ま、穴が開いてあった方が間違いないから、あの、心配な方は穴を開けてください。はい。じゃあそこへバイドを詰めていきましょう。はい。はい。バイドもいろいろ種類がありますので、うん、畑の土でなくて、うん、園芸バイドっていう書かれているものがおすすめです。園芸バイドね。うん。私が好んで使っているのは種まきバイド1号と呼ばれるものです。うん、うん、まあ畑の土だと、うん、まあ、病気とか、まあ、そういうのが心配だからこういうものを使う。そうだね、うん、もうただでさえさ普通の野菜を植え付けて病気になるっていうことは、うん、土の中に病原菌がいるわけだから、うん、その土を使って種をまくっていうのはどう、うん、やっぱり市販のものの方が病気が入っていないと、うん、そういうのが安心できると思います。はい、こちらピンキーのミニトマト。こんなちっちゃいですね。すごいね。なんと種苗さん。ほら、ジップロックみたいなの入ってましたよ。うん、これすごいね。これ初めてだね。うん、ジップロック。はい、じゃあ、7粒入ってたかな？うん、7粒。うん、1袋7粒。貴重だね。うん、じゃあ、卵パックは、ポットが穴が10個だから、うん、手前側5つに、うん、一つの穴に対して一粒ずつ種をまいていきましょう。はい。はい。まずは？うん。指で、うん。はい。第一関節まで押し込んでください。うん、はい。はい。そこに、はい。種を一粒落として、はい、ポンと。はい。OK です。で、指でちょーんとね。うん。はい。もうこのままかけちゃっていい？うん。指でちょんちょんと。ちょん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 。で、指でちょんと押してください。ちょんと。はい。それで、はい、種まき、覆土、鎮圧、完了。簡単でしょ？スリーステップ。はい。落とす、かける、鎮圧。はい。スリーステップ。って感じで。そうですね。これいいね。簡単だよね。うん。これ家の中でもできるからね。うん。新聞とか広げてもらってさ。うん。雨の日、寒い時なんかさ。うん。ね。これはさ、うん。お家で親子でやっても面白いかもよ。いいかもね。うん。ご夫婦でやってもいいんじゃないですか？あ、いいですね。ラブラブ菜園っていうことで。ね、はい、これ出窓でだってできるんでしょ？そうですね。出窓でできます。すごいじゃん。これいいね。出窓でできるからこそ、うん、あまり、こういう大きなものを使いたくないわけなんですよ。あ、確かに邪魔だもんね。これだとさ、トレーが必要でしょ？うん、下穴が開いてるから、うん。水こぼれちゃうもんね。うん、卵パックだったらさ、うん、上、半分に種まいて、下半分はトレーにしちゃって、うん、2倍重ねにすれば、うん、水切りもね、できるし、うんうん、それで前紹介したんですけれどもね。すごいわ。これだったらもう手軽で軽いし、うんうん、やっぱりこう、菜園っていうのはさ、うん、手軽っていうのが一番だよね。そう。あのね、うん、めんどくさいとやりたくないのよ。そうなんですよね。うん。わかります、わかります。あのね、確かに自分で作ったお野菜をさ、うん、ね、食べたいっていうのもあるんだけど、そうですね。でもめんどくさいと飽きちゃうからさ、はい。私の場合だけどね。いや、そういう人多いと思うよ。ああ、そうか、うん。これもね、じゃあ、大葉ニラね、うん。ニラさん。次は、これ、ニラも品種がいろいろあるんだけれども、うん、どうせだったら、葉っぱが大きくなる大葉ニラがおすすめです。あ、そうなんだ。うん。まあ、病気に強いからね。あ、へえ。うん。大葉ニラって言うんだね。そう。じゃあこれはどうしますか？うん、これはポット。そうだね。今度は手前側、反対側、うん、5列、うん。そうだね、うん。穴5つが開いてるから、うん、深さは同じ。同じ。指第一関節。で、今度はね、1つの穴に対してね、うん、何粒巻いていきましょうか。1粒ですか？一粒でしょうか。一粒じゃあれかな、うん、でもニラってどうなんだろう、どういう風に出てくるかわかんないな、うん、こんなこっちねネギがあるんだけどネギない、うん、ネギこんな感じになります。あ、そうなんだ。はい、最初はね。へえ。で、ということは、うん、2、3粒かな。2、3粒やっちゃっていいと思うでしょ。うん、あ、違うの？違います。何や。はい。卵パックは、うん、そうだな、4粒、5粒ぐらいでいいと思うんだけど、うん、本来だったら、こういう大きなものの場合だったら、うん、
7粒8粒ぐらいいっちゃってもいいです。へえ、うん、あ、そうなんだ。いっぱいあればあるほどお互いが競争し合って、これ出る性質があるんですよ、ニラ、うん、ニラ。へえ、ニラってさ、一箇所でさパッと出てさ、一本一本切ったらこんな束になるの大変でしょ。うん、そうだね、うん、これ一箇所でたくさん発芽させて、脇からどん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 出たものをバツンと切って、それ束で持っていくわけだから、うん、はあ、そう、なるほどね。一箇所にだいたい5、6粒ぐらいで卵パックの場合はいいでしょう。じゃあ5、6粒っていうことは、私は5粒にしようかな。はい、ここにね、これもアバウトで大丈夫ですよ。うん、一粒二粒じゃなければ、うん、また十粒二十粒じゃなければ、うん、OK ですとかです。はいはい、こんな感じで、はい、これはいいね。これ、うん、ニラを植えること一緒にやることによって、うん、トマトがね強くなって、はい、でニラも食べられちゃうっていうさ、はい、ね、そうですね、どうしてもさ農薬に抵抗のある方とかもやっぱりさ、うん、いるわけじゃない。いますよ。なるべく使いたくないっていう方がいるわけだからさ。農家さんが作った野菜だったら安心できるかもしれないけど、自分でいざ農薬を使うとなるとさ、抵抗のある人はわかるよ、うん、怖いよね。確かに薬だわけだからさ。そうだよね、うん、これは本当に子供とやれる。簡単でしょ、うん、これ私もやろうと。やってください。うん、でこれはさ、苗を作るために今やってるけれども、うん、実はこの苗を作っている段階で同じトレイ一つに対して、もうニラとトマトを撒いてるわけだから、うん、この状態でももうコンパニオンプランツの役割になっちゃうんですよ。おー、トマトの苗を作るのは、うん、まあ、だいたいそうだな60日2ヶ月ぐらいかかるんだけれども、うん、その間にさ虫って来るでしょ。来るね。もう3月も中旬になって、うん、2ヶ月っていうと5月だよね。5月、うん、ゴールデンウィーク過ぎかその頃に植え付けをしますと、うん、それなのに、まあ、虫とか来ちゃうよね。来ちゃうね。その時にこういうね、いろいろ植えておけば、うん、害虫の忌避効果もあるし、そう、もう菌が浮遊しているけれども、いいね、うん、近くに植えることに根っこ同士がちょっとねこう寄ってくるからね、すごいんだよこれ。面白いよ。透明の卵パックでやってると、うん、特に根っこが見えるから、外から、うわ、根っこの動きも観察してごらん。すごいじゃない。すごい面白いよ。いいね。うん、うねうねうねってしてるのがよーくわかるから。へー、しかもここがさ、繋がってるわけでしょ、うん、そうそう。それをね、ちょっとまだ言わないでね、うん、種明かしをしちゃうとね。ごめんなさい。これ卵パックじゃないんだけれども、うん、透明の、こういったものを使って、根っこがどのような動きをするかっていう、コンパニオンプランツの根の活性化っていうことで、そういう授業があったんだけれども、うん、まさにちょっと後でご紹介しますね。うん、じゃあ、種まきが終わりましたと。はい。はい。で、ここで心配な方。うん、まあ、寒さもあるけれども、今度乾燥だね。うん、日中暑いよね、うん。うん。暖かくなってくると、水分の蒸散が激しくなって、水切れ起こしちゃうと、うん、もう枯れちゃうから、うん、黄色っぽくなっちゃうんだよね。へ、心配な人は上に、うん、バーミキュライトとか、今100円ショップでも、うん、ホームセンターでも150円か200円ぐらい購入できると思うから、うん、それをパラーっと巻いてあげると、うん、乾燥が防げます。あ、うん、あのさ、うん、ここの乾燥が防げればいいんだよね。そうだね。キッチンペーパーとかどうなの？ああ、発芽させるまではいいかもしれない、うん、あ、うん、そうだね、そういった手もあるね、うんうん、あのさ、やっぱりね、いろいろ揃えるものがあるとさ、うん、買いに行くのが大変じゃん、うんうん、ね、この今さ人混みを避けなきゃいけない時期にさ、うん、だったらさ、この土だけを買ってきて、卵パックはね、うん、家にあるしさ、あるね、ね、こうやってやって、うん、キッチンペーパーをやって、はい、それを霧吹きで濡らしてさ、はい、ね、じゃあ芽が出た後はどうしますか？芽が出た後はそれをやっちゃまずいよね、うん、なんか芽が出た後はどうすればいい？そうだね、その時のために芽が出ても、うん、もうずっと2ヶ月間、うん、乾燥、バイド、土を乾燥させないためには、うん、最初からバーミキュライトを使っていいんじゃないのかな。まあね、そこはそれでね、うん、もし上に土をかぶせるときは、うん、この園芸バイドで土を厚めにかぶせるか、うん、まあバーミキューライトがどう。この種買いにホームセンター行くよね、まあね、バーミキューライトはまず売ってると思うんだ。確かに。
まあそこは自由で まあいろいろなやり方があるっていうことでね、うん、で種が巻き終わりましたと、うんうん、まあこのままでじゃあ今回はバーミキュライトを使わないとできないのかって思われちゃうかもしれないからバーミキュライトなしでやりますね。じゃあうん、やってみよう、うん、はい、何事もさ実験必要だよ、はい。そして、これが終わったら水を上に与えます、うん。うん。で、たっぷりと水与えてくださいね。うん、最初は、うん。で、発芽するまでに、そうだね、今の時期だと、1週間から10日で芽が出るってくると思います。おー、うん。で、2週間待っても芽が出ない人は、ちょっと注意ですね。一旦ほじって、うん、種を見た方がいいかもしれない。で、うん、種がブニャブニャっとなっていても、芽が全然出ていない場合は、うん、暑さによる高温で、種が焼けてしまった、蒸れちゃった、うん、で逆に水が足らなくて乾燥で、うん、一回発芽しようとしたけれども、うん、その途中で水切れでもう死んでいる場合があるので、うん、そしたらもう一回巻き直しになってしまいます、うん、今の時期だったら1日おきに水を与えましょう、うんうん、ありました。これはさ、うん、霧吹きがいいかな。うん、最初はねたっぷりとスプーンとかでも、ね、いいと思う。おお、スプーンでね、うん、スプーンでゆっくり上げて、うん、まあ外でねじょうろでパッとやれればいいと思うんだけども、うん、あとは霧吹きでやったり、うん、コップに水入れてお椀とかに、うん、でスプーンですくって、うん、ちょっと自分はねお椀に水を入れて、うん、スプーンですくって、うん、一つ一つこうやって与えてやってました。一日おきになんか赤ちゃんするみたいなね楽しいよ。いや毎日やってると。で水を与える時間帯は朝あげてください。うん、朝ね、朝10時まで。で一回あげたらもう夜は絶対あげないこと。お、そうなんだね、うん。もしどうしても揚げはぐっちゃった場合は、うん、いいと思うけれども、でも夜はもうただでさ寒いから、うん、うん、それは植物は朝、うん、そういったものを肥料とか水とかを吸収する性質があるから、うん、そうです、朝っていうことですね。そうなんです。夜与えても水吸いませんからね。うん、まあ多少は吸うけれどもね、うん、そういったこともあるので朝水を与えるようにして1週間すれば芽が出てきます。はい、じゃあこんな感じで、うん、今日はトマト、まあ代表でピンキートマトをちょっと珍しいのを選びましたけれども、うん、数あるトマトの中でもこういった桃太郎とかつくようなトマトとか大玉ね、うん、あとはミニトマトを選んでいただいたり、そして千の果実というチカというトマトもあるし、うん、それのコンパニオンプランツとして、はい、こちらの大葉ニラですね、はい、ニラも一緒に種をまいてみました、うん、はい、はい、これは室内の中でね、うん、育てていきましょう。はい、日中は出窓とか暖かいところ、ね、直射日光がガツッと当たらないようなレースのカーテンが一枚あるといいですね、うん、はい、それではこれ苗がある程度大きくなったらまた一手間ありますので、うん、その時になったら動画にしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日の動画がいいと思える方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。